刑務所における髪型についてお聞きをいたします。3月8日、法務大臣宛に提出された大阪弁護士会の勧告書では、政治人が女性である戸籍上の男性への、要するに丸刈りをしたということに関して、勧告、人権侵害だという勧告が出ております。この勧告をどう受け止められるでしょうか法務省花村共生局長。 お尋ねにつきまして、あの個別の事案に関する事柄につき、お答えはあの差し控えたいと思いますけれども、ご指摘の勧告書につきましては、 必要に応じて適切に対応してまいりたいた考えですが、実は2023年、広島弁護士会、兵庫弁護士会、岐阜弁護士会において、トランスジェンダーの人の髪型の問題について、人権救済のやはり勧告が出ています。えー、トランスジェンダーの方が刑務所で生活する際、辞任する、えー、性に応じた髪型を希望した場合、その要望を認めるべきだと考えますが、いかがですか。 一般論としてございますけれども、各刑事施設におきましては、性同一性障害等を有する男性の受刑者について、挑発を希望しない場合には、当該受刑者の過去の生活歴などの個別の事情に応じて、挑発を実施しないこととするなど、柔軟に対応しているものと承知をしておりまして、今後も適切に運用してまいりたいと考えております。 だってこれ人権救済の申し立てがあって、本人が嫌だっていう、髪が長い、いわゆる女の人、女だと女性の辞任、でもそれ、丸坊主にしたから大問題になってるわけで、決して本人の希望に沿ってやってるわけではないと思いますが、いかがですか繰り返しになって恐縮でございますけれども、当該受刑者の過去の生活歴との個別の事情に応じて、挑発を実施しないことをするなど、柔軟に対応しているらうというふうに承知をしてございます。実施しない 実施しています,す実施だったら人件救済の申し立てとこの勧告が出るわけがないじゃないですか。